パラシュート部隊のおつまみラジオ。どうもパラシュート部隊ヤロベベです。斉藤優です。今日はですね、福岡市中央区天神にあります渡辺エンターテインメント九州事業本部からお送りしております。はい、今日はもうまさに金曜日でございまして、うん、はい、この収録日がですね、はい、今ゴリパラロケが終わって、うん、もう発売になったばっかりかな。だからこれが聞いてる方はもう発売されております、うん、そのまあゴリさんのお願いで、うん、ちょっとそのイベントごとの収録を終えて、うん、事務所に帰ってきて、はい、撮らせていただいておりますが、はい、まあもうね、まだ買ってないという方はよかったらね、オンラインライブのチケット、そうです、ひなぐオンラインフェス、うん、まあ今回有料ということで、そうなんですか、はい、うん、ちょっと やるんですけども、うん、結構盛りだくさんで、はい、まあメインイベントとしましては我々のね、もう相撲ですよね。いやもう本当にこれはね、うん、ピリピリするよこれ。時期がな、お前はないや、マックスのあのリモアの時期は超えてんのよ、うん、あ物欲的に下がってきてるってこといやいや、あのもらえるんやったら欲しい。いやそりゃそうやろ、うん、で矢野くんに関しては、うん、持ってんのよね1個。何が？リモア。リモア持ってないよ俺。あれ奥さんが持ってんじゃん。いやいや普通のスーツケース、うん、で俺はあれよ、その欲しいけども、うん、13万ってなるとっていう、この二の足踏んでたんよ。なるほどなるほど、わかる、うん、うん、でお前が仕掛けてきたからもう受けてたってやろうやないかって言って、 それが去年ぐらいの話。いやほら旅行もなかなか今行けないし、うん、うん、いやでも今奮い立たせてんの。いや俺はさ、その金貸してんのよね。そうなんよね、ここで負けたらさ、うん、いやそうなんよ。だからあと俺もだからもう本当にこう先言っちゃうんだけど、もし俺が負けた場合はもう借金が13増えるって感じ。そうだよ今ね2ヶ月で6万3万ずつ返してもらったから今94なんよ、うん、だからこれはまた100超えてくるっていう話になるから、お前もこれ、いやマジ、いやリモアはマジでレクサスとは別でもらうよ。いやそりゃそう、いやそりゃそうよ。だからだから俺がもし買ったら借金が普通に減るっていうんでしょ。いやそれが嫌なんよもう貸してる金から減らされるとかもう本当やないよ。いやもうちょっと今時空があの時と違うもんね。俺が借りちゃってるもんね。そうなんよ、貸してんのに相撲で負けたらさらに13万払わなきゃいけないっていう。いやタイミングって大事よな。いやあの時の、でももう俺はもう本当にペペに申し訳ないけど、うん、殺すつもりで行くからさ。いやいやこっちもいやもうちょっとお前衣装書いてこいよお前な。いや俺マジであのオンラインイベントで大丈夫か分からんけど、まじいきなり顔面殴る可能性あるか。あ同じこと考えてた、ね、いやいやグーでしょ、パーじゃなくてグーでしょ。あ同じこと考えてた、ね、あじゃあもうあれやな、タイミング早かったやつが勝ちそうよもう、うん、うんうん、そこ俺カエルパンチ行こうと思ってるから和島さん一本の方、あ一本のあ青木のやつね、青木のやつね、青木のカエル。最近俺 FBS の横のココイチで、うん、はじめの一歩もう一回読んでるから。なんでもう読んでるやろ今まで、うん、読み返してんの。読み返してるから、あはじめの一歩ね。というのまあイベントもあるんで、まあこれはちょっとぜひ、そうです、皆さんぜひチケット買って、うん、あのリアルタイムで見れなくても1週間かなんかそのチケットがあれば見れる、アーカイブが残る。アーカイブが要は今のところ予定は14時ぐらいから4月4日の、うん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 、で別に生で見れなくても、ね、見れなくてもこうアーカイブで見れるんで、それ以外でもやっぱちょっともうゴリパラキッズはもうたまんない、うんうん、よだれべちょべちょのイベントも、そうですね、うん、うっすら耳にしてるけども、うん、すごいよね。出るメンバーももうまあアベンジャーズよゴリパラキッズにとってはアベンジャーズ、えキッズじゃない人にとってはただの、うんうん、ただの人よね通行人と同じレベルのラインナップっていう。いやでも本当知れば知るほど楽しめるね。うん、そういうことなんですね。イベントになってるので、まあはい、ぜひもうこれこのラジオ聞いた人も、そうなんですよ、この勢いでワンプッシュしていただけたらと、うん、思いますけど、まあ、あと福岡ニュースとしましては、まあ卒業式が、
公立の卒業式が1日とか2日とかにありましたね、うんうん、いやなんか知り合いの人とこの間ゴルフ行ったら、うん、もちろん知ってるパチスロライターの有望さんとゴルフ行ったんです、うん、知ってんのよペペはね俺は知ってるよ、うんうん、俺番組一緒にやってるから。ああそうだよね、山口で今休止中やけど、パチスロライターの有望さんと、うん、パチスロライター有望さんの弟とゴルフ行ったね。あ、それ知らんな弟さんは会ったことないわ、うん、弟さんが、うん、同じうちの娘と同じ高校で、うん、ちょうど3年生で、あ、ここ一緒なんや、弟さんの娘と、娘と、ね、へえ、うん、だから結構早めに子供が、うん、だって年下もんね。そう、なんだったらもうね全部一緒なんよ、その何ていうの、独身なんだけど。ああすごいね。でもういやーって言って大学で、うん、80万この間もうとりあえず振り込みましたって言って、あ、入学金みたいな感じで、とりあえずっつうのがもうなんか、そっか、そこで終わんないんだ。前期の学費も入ってんのか。でもまた頼むな、矢野。いやマジで貸さんよ。いや俺だってもう3歳ないのまだ斉藤、次から次に確定やん、ちょっと待てよ、この金って。18で大学、19か、19で入ったら16年後に、うん、まあ、最低とりあえず80万いるってこと、ね、80万は多分最初、19、何年後って、 10? 今3歳だから16年後。16年、お前いくつ？42、今42やから58。うわー、でそっから4年やからな、62まで。もう就職してもらおうかな。逆に貸し取った方がいいぞ俺に。なんで絶対やで、その時ぐらいに返して。いやいや増えないわけでしょ、そのなんか定期みたいな感じでな。あ、いや最ちゃん定期っていうのがあるんよ。え、金利マイナスって聞いてるよ最ちゃん定期、気分定期なんよ。いやいや、お前がさ金を持ってる笑顔かまえよマジで。いやだな。いや俺マジで最終的にその大学、今高2か、うん、4月から、うん、だからもう入学金とかもマジで貸してくれって言ってくるんじゃねえかって、怖いもん今、恐怖。確率で言ったらもう赤保留だね。いやもう結構熱いな、パチンコでいうところの保留の段階で赤で。いや俺マジ貸さんよ、もう番回ってきた時に金になるねいや俺にはもうレインボーが見えてんのよ確定が見えてんのよ、うん、いやだからそれね、いるからなっていう。いや厳しいな。いやもうそれも含めて、そのなんちゅうの、うん、鍋ちゃんがさ、うん、親友の鍋ちゃんがやっぱ一昨日かな、うん、ガスが止まるっていうさ、やっぱ久々なんだろうね、ぐるなえ出た、3回出たんかな、ぐるなえ出てたね、の月に、同月にガスが止まるっていう、この芸能界の福間伝っていうの、これは本当に軸が歪んでるよね、うん、軸歪んでる。あれもう日本テレビのゴールデンに出て、いや本当よ、ガスが止まるっていう。そうなんよ、うん、大変よ。でもうやっぱずっと貧乏してられないなと思って、うん、やっぱ忍者タコスっていうのを今考えてるわけ。でもめっちゃ説明いるわそれ。国がね、なんかやる気のある事業考えてる人にお金貯めてくれるらしいじゃん。いやもうお前そのやめとけってお前もうそういうのばっかりすんのなあ。いやしっかり考えてるんだよ、成功するわけないよ。プラン聞いて、忍者が売るタコス、意味がわからんよ。でこうやって言うんよ、はい、タコスでござるって。やめたがいいなあと審査通らんと思うよ。メニュー巻物よ。いやじゃあせめて和のものにしてくれよ。なんでタコスな、メキシコやろ。いや俺と鍋が沖縄旅行2回行ってんだけど、うん、もう好きなタコスがあるよ、キングタコスっていう、うん、うまい。でなんか知らんけど作るの簡単そうやなと思って、うん、だから鍋はまず沖縄にもう半年行かせようと思ってんだけど。いや芸人の仕事やらしてあげて社長に気に入られてソースを芸人の仕事やらしてあげてそこは。いやでもなんかね、やっぱちょっとそういうのもないと思う、うん、ちょっと。いやでもマジお金かかるっていうか、この間俺うん、自転車、うん、電動自転車の、うん、チャイルドシート、娘乗せる、はいはいはい、今前に乗せてんの、うんうんうん、で、あ、でも大きくなってきてね、大きくなってきたから後ろに乗せ替えないとバランス悪くなるっつって、はいはいはい、で、嫁になんか自転車行ってそれ変えてきてって言われて、うん、行ったんよ、うん、で言ったらおいくらぐらいですかねっつったら2万5000円って言われた。えってなったよ。チャリ買えるもんね。チャリ買えるやん、うん、椅子で本体買える。ドンキでも1万1000円よ。いやそうやろ、うん、俺もしかしてボラれてんじゃないかなと思って可能性ある。そんなわけないと思う。可能性ある、うん、
椅子よ、うん、ただの、うん、コーチ含めたとしても、うん、これちょっと怖いなと思って、うん、あ、そうっすかって言った後ちょっと待ってる間にこう値段調べたよ、うん、ネットでね、うんうん、だいたい1号ぐらいないよ、分かる分かる、椅子が、うん、あれだとしてもまだ9000円と思ってでパッと見たらなんていうのシートっていうかこのクッションみたいな、うんうん、直で座ったらカチカチで痛いから、うん、シートのクッションみたいな、うん、があるんよ、それ薄いやつね、うん、純正の、うん、それの値段調べたら5000円すんのよ、わかる？わかる、わかる、これで、ね、5000円っていうで、カゴもつけてもらったら、うん、工賃込みでちょうどになったんよ、なるほどね、まあ持ってるわけないもんね申し訳ないっていう、そんな有名な、そうなんよ、高すぎると思わん、作ろうか、いやいやいや2万で、いや結構高いし2万で作れよ、いや、やっぱ子供のものってやっぱ高いよ、いや、まあ、絶対いるものは高い、高い、しかも純正やったから、うん、で、あの雨よけのシートみたいなのもあるんよ、うんうんうん、雨降った時に、うん、8000円、それはもうさすがにちょっと嫁に、あの、うん、作れよお前ただのゴミ、ほらゴミ袋さ、え、違う違う違う、かけるだけやろ、そんなのクッション、クッション性あるやつやろ、いやもう、あ、穴とかもさ開けなきゃいけない、うん、今ほらいろいろ作ったりしてるから、いやいや、あと佐田さんの YouTube も見てるし DIY の、うん、いやいや絶対嫌や、そんなんもこれ今事務所のこの椅子、うん、チャリにくっつけたらいいやろ、言うわけないやろ何の防御力もないやろでもやっぱりしっかりしたこう前の手すりとか手すりとか、まあ、危ないからね、うん、そういう子供のやつとかちゃんとして、まあ、チャイルドシートその車のやつとかも高いもんね、高いよね、チャイルドシート5万とかするのやろ、椅子が絶対、まあ、安全のもんやから、そうなのよな、だからそんぐらいするんやと思ってやっぱ衝撃的な値段やったわ、ね、こ子供いるわこの時期な、うん、まあちょっと福岡ニュースとしてはもう、うん、みんなが気になってるね、うん、3月かな12かな、うん、新進ラーメンが、うん、あのパルコにお店出すっていうねまあこれ大ニュースで、うん、福岡の名店、いやこの時期に大変やと思うけど新さんはもう前へ行くんだっていうことで、有名やね、まあ多分その前から契約決まってたと思う、だからもうバチかぶったと思ったやろうね、恋しようという状態だと思うんだけど、うん、この時期にっていうね、まあ新さんとか見てるとやっぱ甘いもんじゃないなと思うよね、めっちゃやっぱちゃんとしてる、いやそりゃそうよ、うん、忍者タコスのアイデアもやっぱシンさんに言ったら、うんうん、もう白目向いてたけどさ、タコスっていうのはもうよくわからんわ、うん、まあ何でもいいやけどさ忍者っていうのが残れば、いやじゃあもう最初忍者カレーやったけどデリバリーのお前忍者になんかあるよね、でインバウンドの人とかがさ、わかる、海外の人が行くらしいんだ、うん、なんか東京か昨日ニュースでやってたけど、うん、もうこの2020年の東京オリンピックを目指して忍者カフェっていうのを作ったよ、2019年に、うん、でその年も9割が外国のお客さん、うん、2019年、うん、2020年になってもコロナになって、うん、でもインバウンドも来ないってなって売り上げがもう9割以上でしたって、うんね、うん、で俺はもうニューヨーク狙ってっから、うん、ニューヨークに見せ出すために一回福岡でやるよ、うん、でこういう話するとき毎回思うけどさ、うん、本当俺が言うことじゃないけど、うん、ネタ書いてるいやそう、いや今ちょっとデザイン考えてるから、いやいや違う、ネタをあの包み紙の今デザイン考えてる、いやいやどうせ巻物と手裏剣やろ分かってんのそれは、てるからちょっと忙しい、ごめんなさい、いやネタ書いてくれない、ごめんなさいちょっと今忙しい、ね、デザインが包み紙のこういう時になんかこうネタとかをやって、いや今それとあの大仏の絵ももう今週締め切りやから、いやだからお前何屋さんなの絵描いて忙しいのよ、なんかあと見せ出そう、庭にあのゴルフの打てる網を今設置してるの、うん、ネタ書けよ、忙しい俺も大変よ、いや大変じゃなくて大変、いやもうそんなもん無理よ、そう片手までやるようなのは無理です、そうそうそう、でもなんかこう芸人だからこう、うん、こういうのはやめようとかっていう時代じゃなくなってきてるのはあるやん、うん、もう何でもいろいろやった方がいいっていうね、うんうん、まあな、まだそういうのもちょっとだからいろいろ今いろんな人にお話聞きながらね、うん、やっていきたいなとは思ってるんですけども、うん、だってもう42やからさ、そうよね、もうなんかもう言ったらもう部長とかになる年やん、まあ普通の、会社だったらね、そうだからもうちょっとね、うん、俺もやっぱいつまでたってもペペにもう頭下げてさ、今日もゴリパラロケでほら、うん、喧嘩なったやん、金が1500円のものを支払うのが
って言って喧嘩なったのに。お前の得意の逆切れやろ。今鍋ちゃんが来ましたね。本当。うん。いやで俺42歳でなんかまたあの携帯で調べててさ、うん、同い年のタレント、うん、ちょっと発表していい？いや、まあ、ある程度分かってると思うけど意外なとこあるんや。うん。まああのあゆ。まあ浜崎あゆみさん。まあちょっとゲーム差2ぐらい開けられてっけど。いやいや。芸能。2億ぐらい開けられてる。ゲーム差2億。144試合よ。うん、そこリアルじゃなくも2億。2億。まあ、浜崎あゆみさんでしょ。あと、椎名林檎さんね。椎名林檎さん。で、ミーシャさんもそう。ミーシャさん。で、平野ノラちゃんも同い年だ、ね。同い年なの？この間、子供生まれたみたいで、ね。そう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 、うん。白石美穂さんも同い年なのよ。おー、スーパーサッカー見てたよ。うん。うん、もう、それこそひよっこでもバーでね。いろんな方言を操る。ちょっと、ひよっこ見てないから分かるけど。あと、大悟さん。ああ、ウィッシュの？だから、大悟さんって、俺らと同い年で、うん、奥さんがだって、北川景子さん。景子さんやろ？だチャンスあったっちゅうことない？いや、ないよ。同い年だけではないよ。北川景子さんって、綺麗よな。綺麗やな。なりたい顔を。しかもさ、なんていうの？こう、大悟さんと結婚っていうのって、すごい、こう、なんていうの？こう、まあまあ。好感度っちゅうかさ、うん、ね。いや、なんかほら、おじいちゃんが すごかったりとかさ、なんかキャラクターとしてもちょっと奇抜な、うん、でもそういうの関係なくってことやろ。そう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 。いやー、チャンスあったな。いや、ないと思うけどね。麻生久美子さん同い年。本格派の女優さん。はいはい、女優さんね。菊川怜さんもだって。菊川怜さん一個上かな、うん、長谷京さんも同い年だって。え、小泉孝太郎さんも同い年だって。はあ、やばない？いや、まあ、さこれはもう42歳のトップレベルの人たちでしょ、うん、それこそだってドラゴンアッシュの古谷健二 KJ ね、 KJ さんとか、うん、あのドラムの桜井さん、うん、同い年、ね、俺桜井さんと同じ日に生まれてるから。すげえ。全く、まあ、この辺はね、まあ、通じるもんあるけど、まあ永瀬君も同い年、うん、うん、そうね、うん、全然通じてないけどね、うん、一時代を作って、うん、今一人でやるって言ってる中俺は2年後の金の工面をして、うん、1500円のものでペペと喧嘩をし、うんうん、その後ペペが怒りを鎮めたいっつって、うん、あるものを買おうとしてトミさんと喧嘩するっていう。バリバラ要チェックしていただきたいんですけども。ずっとなんか小競り合いするな。でもあれどうもお金持ったらさ、でもさそういう喧嘩とかないの？でもいや余裕は生まれる。貧すればどうするって母ちゃんが福岡行く前に、あ東京行く前に、うん、もう貧乏やとイライラするし、うん、金持ってたらもう大概のこと金で解決できるから。でもさそのお金だけを求めていったらさ、なんかそういや、それはもちろん嫌な人にならない？だから、ね、そう俺もそう思うよ。なんかその目がさ、なんかこうなんていうの、うん、分かるよ、すごいなんかちょっとビー玉みたいな目が、そう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 、分かる分かる分かる。だから、うん、俺だって本当だから、だからそこに忍者っていうエッセンスが入ってる。いやもう忍者の話じゃなくてもエッセンスとか入ってるでござる。いやいや、ござるじゃなくて入ってるでござる。いや理解できないの。だからそのまあね、人がまあ一番大事やけどね。うん、今ね、うん、だってサイトはどっちにしろいくら稼ごうが俺金ないと思うよ。同じだけ使うから。毎回言ってるけどね。うん、だからもう諦めた方がいいよ。お金はもう一生お前そうやって暮らしていくんよ、うん、もしね。でもやっぱもがいてる姿、やっぱチャレンジしてる姿に、ね、やっぱサイトルのファンっていう、いやあえてやってますみたいな言い方してるけど、お前別な毎回なんかみんなファンはそういうのを見たいって言うけど、お前ただ普通に生活して金ないだけやから。いや、しかもね、もらってないわけじゃないのよ、うん、俺でももう税理士さんってその話したりしてるからな。うん、何のこのプランにノートに書いて、うん、忍者の、うん、これを国に出してくださいっつって。大丈夫税理士さん？アリウープで捨ててたけどゴミ箱に、ま、もうワンバンせずに、うんうん、いやそうだな、うん、それはお金もったらいいっていう。まあでもそのなんか美しいなんか金じゃないみたいなのは、うん、最近鹿児島くんがね、うん、鹿児島太郎くんが彼女と別れたんですよ。え、知らなかった？これ福岡ニュースの一面載ったよ。あ、そう、ごめんなさい、それちょっと俺、うん、チェックしてなかったですね。早かったですね。要はね、うん、まあ年上の彼女と付き合ってたんだけど、
まあ彼女は仕事でちょっと大変だったっていう時期で、うん、その時期にね鹿児島くんが単独ライブの時期だったのよ。はい。でなんかちょっとそういうなんか大変で落ち込んでるってなった時に鹿児島が単独でちょっともう今今週はちょっとみたいになってすれ違いで、うんうんうん、すれ違いでちょっともうあの振られたというか別れちゃって。え、振られたの？振ったの？振られたよね。でその後鹿児島が一人で花束みたいな声をしたみて、うん、もう号泣で、うん、映画の席から立てんかったっていう。ああ、いやあれはね別れた後見ちゃダメ。俺見たよ、花束みたいな声、うん、声をした。恋愛のあるあるなんでしょ。あれはね別れた直後見たらもうダメージすごいと思う、うん、だ俺見ても泣くかな。泣かない。なんで？だって花束みたいな声したことないから。傑作まんじゅうやな博多通りも。これ傑作まんじゅう。あるあるなんですよ。要は何の ドラマチックな展開もない。だいたいさ、恋愛のドラマとかって、うん、なんかこう付き合ってた二人にこう第三者が入ってきて、うん、こう三角関係とか、うんうんうん、そういう知ってる知ってるドラマチックな展開になるじゃないですか。そっち系ね。まあ、東京ラブストーリーも、うん、そうじゃん。感知ね。うん、感知、うん。うん。でもそれはもうただ二人が出会って付き合って、うん、っていう話なの。だから何もほぼ二人。なんか恋愛してたらあるなっていう。そうそうそう、こういうのあるな。しかもそれは彼氏側の目線と彼女側の目線、うん、両方からこう見れる状態になってるから、男の人も女の人も楽しめるようになってる。だからあれだよね。なんか昨日も阿部ちゃんも見に行ってペペも見に行ったから、うん、なんかカップルで行かん方がいいとか。カップルでもし女の子が泣いてる場合ってこれ昔の男を思い出して泣いてるか、今の恋愛じゃないってことだよね。そうだからどういう心境なんやみたいな。だからもうこれはね、俺はねこう見てた時に本当にあれだけど元カノとか思い出して。そういうことやろ。そう、俺も見に行こうと思って。え、お前何も感動ないよ。 SF？ 俺からしたらもう俺が言ったら SF みたいなこと。宇宙の話と一緒関係なさすぎて。スターウォーズと一緒と思う。俺が行くと。だってあるあるがあるあるじゃないんだ。ファンタジーの話なんだから。じゃあ SF だ。そのつもりで行くわ。あなたはみたいな。フォース。恋したことない。フォースの。ヨーダでしょ。お前本当バカにしてるよな。お前マジで。ヨーダでしょ。俺と同じ村のやつらでもマジすごい食らわしてやろうかな大会賞。本当に地ならししてやろうかな。イケてないやつの地ならし食らわすぞお前。進撃の巨人の。いやだってなんでそんな全部真っ平にしてやるか。なんでそんなちっちゃい人がいるの。157センチの人が。ちっちゃい地ならし。ちっちゃい地ならし。いやでも斎藤もでも見に行ってほしいで感想聞かせてほしい、うん、で俺女性側の意見も聞きたかったよ。なるほどね。女性はこれを見てどう思うかって。あ、で見に行ったっていう人にスタッフさんでいたから聞いたよ、うん、え、元カノ思い出したでしょっつって。いや全くね、ああそうそう、うん、元彼思い出したでしょっつったら、うん、いや全く思い出しませんっつって。嘘やんと。忘れんだやっぱ。上書きで。女子は上書きで。わかるわかる。ま、ええ、フォースの話。えブオンブオンっつって。いやでも見てほしいな。そう、それで鹿児島ちゃんが泣いて、でそのこれがもうついてないことに次の週かな、鹿児島って本当にバッテン少女隊っていうスターダストのアイドルを本当に応援してて、ね、アイドルね、その中でもソラちゃんっていう青色の子、うんうん、まだ言ってもね高2かのうちの娘の1個上なのよ、うん、で俺らデビューの頃からまあもうももクロ好きだっていうのもあるし、はいはいはい、なんかマネージャーも知り合いとか、ね、はいはいはい、でまあイベント出てもらったりとかしてる中、うん、鹿児島がすごいファンになってもう、うん、ガチオタなんよイベント。俺らとさ一緒になんかイベントとかね、うんうん、出てもらったりしてたやんか、うんうん、でも最悪さ鹿児島やったら俺たちの後輩やから、うん、言ってくれたら、うん、まあ言ったらあれやけど裏からとか入れたりするじゃないですか、ね、それをあいつはもう絶対に正面からチケット取って、うん、ね、水に切って行ってたもんね、うん、そうじゃないとバッテンちゃんのためにならないみたいな。そうで、お電話するだけの電話券みたいなのも買って、うん、緊張してほぼ何も喋れないとか。そのソラちゃんっていう子が芸能界を辞めると、うん、そうね、これがだからもう要は支えになってたものがなくなるっつって、うん、でその話になって石川くんがちょうどキャンプから帰ってきた、ホークスの、うん、で、うん、ご飯でも行きませんかって言われて、うん、誰誘うってなって、うん、そういえば鹿児島ソラちゃん辞めるねっつったら、
石川君が、うん、これは励まさないとダメですねっていう。いやーそうやろね。石川君もやっぱもののふとして気持ちわかるって言って、うん、で石川君がもう焼肉屋はね、うん、3人で、うん、個室を取ってくれて、うん、タンが来る前に号泣してたね、うんうん、もうキムチしか来てないよね多分、うん、テーブルにはもう、うん、のみでやっぱ号泣してた。もう最初の最初やね。そうね、タンは一番最初に食うからね。いやーすって。いやでもやっぱそんだけ俺好きになれるっていうのがすごいなっていう。いやすごいよね。あの悲しいけど羨ましいみたいなもある、うん、あるわ俺だって。ああわかる、うん、その追いかけたことないから。そうだよね。アイドルとかだから家に俺もうポスターとかもあったもんないね。だからペペがおらんでよかったと思う。お前笑ってるやろその瞬間マジで。で石川くんとか俺とかもううなずいてたもん。何も言わずに、何も言わずによ。開幕投手がよ、何も言わずにうなずいてたよ。開から気持ちわかるから、開からサイン出たんかなと思って。うなずいてたから。うなずいてたから、うん、キャッチャーからね。キャッチャーからパワーカーブでいくっつって、うん、そう。いや笑う、笑ったりしないよさすがに。いやお前笑う、泣いてるやんつって。いやいやそれは早ない、早ない、タン来てないでっつって、うん、いや怖い、ほんと連れていけないわ。よかった。それは違う、俺たちそれちゃんと一応 LINE したもん、ニュース見た時にちゃんと、うん、まあ本気なものやからね。本気で知ってたから俺は、隠しも大丈夫かって言ったら、うん、あの絵文字もあの句読点もなく大丈夫じゃないですっていう LINE が返ってきた大丈夫じゃなくで、うん、まあすごく早めにご飯食べたから最後なんかちょっと石川くん家でね、うん、なんかお茶でも飲もうって言って、うん、で帰るってなった時、うん、雨がすごかったのよ。はいはい、で俺タクシーを家の前まで、うん、来てもらって、はい、鹿児島降ろしていく、行くよっつったら、はいはい、あ大丈夫ですっつって、うん、ちょっと濡れて帰りたいんでってマジでボケとかじゃなくて。え本当にそれ言う人いるの？言う人いるんだと思って。ドラマでしか聞いたことないんだけど。俺もおっつって。えいやいや待てよじゃない。言えない言えない、いやいやいやみたいな感じじゃない。濡れて帰りたいんでっつって。えじゃあそっから歩いて濡れて帰った帰ったの。はい、えどういう、そっか、彼女と別れてその後推しの方が辞めるという。でもまあバッテンちゃん応援していくと決めてましたよ。あそう、はい、そういう福岡ニュースですけどね。結構もう一個これホットなニュースでしたね。もう一個これちょっと本当かどうかわかんないけどスクープ、うん、最近スーパー銭湯サウナハマってるんですよ、うん、もうめっちゃ行ってる、まあ行ってるんですけど、うん、そのとあるねスーパー銭湯のサウナに、うん、サンキュー兄さんがいたと。おーおーおー、うん、もちろんみんな知ってると思うけど福岡の方ね、昔バンドマンね、元バンドマン、そうね、うん、サンキュー兄さんがサウナで、うん、これ本当かどうかわからないけどハットかぶってたらしいで中でいやそれはない。いやいや、まあまあなべちゃんから聞いた情報、なべの同級生がみたいな。いやそんなんじゃないよ。サンキュー兄さんっていうのはでも結構ハットキャラなんですよ。まあ、情報番組とかで結構出てらっしゃって、うん、もうなんかあ熱いの食べたりしたらなんかそう熱々レポートとかおなじみの、まあ、面白兄さんね。そう面白兄さんが、うん、なんかまずその鍋の友達はあれハットかぶってる人いるなと思ったら、うん、あれサンキュー兄さんやつ。いやそんなわけないで2パターンこの中出てきたわけよ、まず、うん、まあ髪がちょっとあれ残念な、あーちょっとこう感じの薄くなってきてる、うん、でもだとしたらタオルか、うん、巻くよね、巻くとかの、うん、乗せたらいいじゃん、うん、でもう一個その友達曰く、うん、気づかれたいんかなと思ったらしいよ。いやそれはないんじゃない。で声かけたんやって、うん、サンキュー兄さんいつも見てますっつったら、うん、サンキューさんが あどうもみたいな感じで、うん、なんか別にこう欲しがってる感じじゃない、欲しがってる感じじゃなかったから、うん、これがもう分からんちゃうんね。もう本当に今年のもう一番のニュースなんやけど、いやマジで嘘やと思う、サンキュー兄さんそんな人じゃない。いやこれだから俺ちょっと次のラジオまでには絶対調べてくるから、みんな気になってくる、ごめんね寝る前に聞いてたら。いやだってさ、ハットをかぶマナー違反やん、まず、うん、そのびしょびしょになるやんハットなんて、あんなサウナで、
やったら。そうだよな、うん、まあでもサンキューさんってやっぱちょっとこう変わってるとこあるからさ、まあまあ元ミュージシャンミュージシャンだからやっぱその、うん、そこのなんかこうなんていうかな、都市伝説、その辺のなんかこうロックスタイルっていうかな、そんな、うん、サウナでもハットかぶるよみたいな。いやそんなロックでもサウナでハットかぶるなとは書いてないよ、そんな人おらんから。まあ確かに新聞本を読むなとかは、新聞雑誌は持ち込むなとか書いてるよ。いや俺見たんよ、そこのサウナで、うん、これ違反やったら話せないからさ、うん、で聞いたんよ、うん、そういうルールはございませんという。いやだかぶるやついねえからな、うん、そんなロックな人じゃない。だってバンド名知ってる、昔組んでた。え、なんていう、チョップスティックスよ、橋よ。日本の良さを伝えたいっつって。あ、チョップスティックよ、チョップスティックのサンキューさんがサウナでハットかぶってたっていう、うん、ちょっと僕これ調べてきますんで、次宿題にさせてください。いや別にそんなに気にはならんけどね、そこまでは。今週も本当にいろいろあったけどな、うん、本当に渋めでしたね、うん、うん、まあその鹿児島の失恋と鍋のガスが止まる、うん、うん、あとまあサンキュー兄さんがサウナで発見されるっていうね。これだから福岡以外の方はマジでどういう回ってなるよね。いや本当のマジで、あの鍋の話じゃないけど、うん、まあ風呂だから連れて行くんですよ、うん、まあ風呂入れないからね、うん、あのやっぱ筋トレ限界までやって水ギャーって水浴びてギャーって言ってるから、うん、でまあそれもおごってあげてるわけやん、うん、で帰りにあの、あ、じゃあ家まで送って、うん、あ、コンビニでって言うのよ。コンビニでいいっていうこと、コンビニで降ろしてくださいっつって、うん、え、あ、いいのって、はい、金麦買って帰るんでって。発泡酒飲め。金麦ってちゃんとしたビールやろ。金麦はちゃんと、確かに腹立った。どっちやこれ。いや発泡酒でしょ。え、ちょっと待って、これが発泡酒じゃなかった俺ちょっと出るとこ出るよ。え、金麦って発泡酒じゃないの。ちょっと待って、だってさ金の麦だぜ。そうだよ、なんかすごい高そうな感じじゃない、金麦って。俺酒飲まんから分からんけんさ、うん、金麦…鍋、はい、金麦って発泡酒。発泡酒です。ああよかった、よくねえわ別に。よくねえわ。でも発泡酒か、まあでもジュースより安いやろ発泡酒って。130円ぐらいじゃないの大体。いやなんかちょっとすごい腹立ったんだよね。まあアルコールを飲むということがね、うん、いやちょっと贅沢やん、うん、焼酎は置いてんのよ鍋の家に。ああ斎藤のやつをね、うん、うん、味わうんかと思って。うん、やっぱサウナ終わりは行きたいんじゃないの。いやそうだよね、うん、焼酎も飲み干した。焼酎飲み干した、うん、でかいな。持っていくわ今度。いやだからさもう一回、俺やったらよ、うん、一回家帰ってありがとうございましたっつって別れてから行くよね。そうなんや、俺は、うん、だってガス止まってお風呂連れてってもらってるでしょ。そうそう、俺はそれが痛いので、今送ってもらってる。でそれがビールって俺思ったから、うん、ちょっと今待たれてた、まあ、発泡酒やったけど、うん、だったら俺はもうありがとうございましたっつって、うん、先輩と別れてからよしじゃあ行こうかっつって、うん、で、うん、そのコンビニ行くわな。し、なんか鍋って、うん、あの流行りのさ、今さ進撃とかさ、うん、鬼滅とかさ、うん、まあ、呪術廻戦とかアニメで見てんのよ。はいはいはい、漫画じゃなくて。で俺がジャンプで見てるから、うん、もう早いやん、うん、でそういう話になって、要は合わせないかんのよ、どこまで行ってるかっていうアニメの人と。あ、遅いからな、遅いよ、全部遅いよ、うん、でも降ってくんのよ今見てるからさ。ああ、もう今熱々なっつってるやん。で俺があのなんとかでボケとかでさ、うん、あ、あいつ死んだとかって言うのやったらさ、うん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 、普通に風呂入りながらその話したらさ、うん、蹴ってくんの。おいっすって。いやだから俺思う、なんで一緒にいんの。そんな、いや鍋しかあの追ってくれるやつおらんの。お前って、うん、人望の問題。いやよく考えてみたら、ほらこの間ゴルフ行くってなって誘った時も、うん、あの、うん、誰もおらんくてさ、うん、亀井君ってやるプロデューサーゴリラ、はいはい、はもう俺がもうロックオンしてるからもう、うん、行かざるを得ない。行かざるを得ないね。で亀井君にじゃあ人を積もるの任せるわっつって、うんうん、1週間ぐらい経ってどうやったっつって、うん、誰になったっつって、すいません、うん、今ちょっと7連続で断られててっつって。そでこれ大事なんだけどさ、俺の名前を出してやってんの。出さなくてやってんだったら出していいよってね。なるほど、もう嫌だけどさ
まあ言ってもほら斉藤さんも一緒に行きますか、斉藤も名前出していいからって言ったら、うん、あもう出してますって言ったんだ。その記録が9人まで伸びたって。なるほどね。ファーだよね。それはもうファーだよ、うん、いやでもね本当に俺も斉藤もゴリさんもやけどマジ人望ないよ。ないな正直、うん、やっぱりこのなんか俺たちがこうミスった時、うん、助けてくれる後輩って、うん、おらんと思う。鍋がいるよ。いやだからあいつは本来取り合う物件じゃねえかなあれこの物件。いやもうそこはもう俺たちのおごりで、うん、やっぱりもうねその憧れられてないっていうか人望がやっぱどうなん感じる。あのねこううーんどうなんその辺人望、うん、人望はないね、うん、だって相談とかされたことある怖い。あ俺あの自慢じゃないけどあのちっちゃい頃から一回も相談されたことない仕事学生時代から相談一回もされたことない。だって恋愛相談とかもないやろ。ないないない。まあそれはもうほら言わずもがない。言わずもがないもんな。だからそういうなんかよくなんで相談せんのって言ったらどうせあれやろとかって一発で片付けられそうって言われるなんで逆それすりゃいいやんとかって一刀両断されそうで嫌だってよく言われる。そうね。そのやっぱ上手い人ってさ違うよって言いながらもこうモチベーションを上げつつこう、うん、相談乗るやん、うん、それがやっぱもうなんていうの迷彩杯っていうか、うんうん、分かる分かる。斉藤さんもズバンやん言っちゃうもんね。それ何を悩んでるのって。そう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 言っちゃうじゃん、うん、それだってやっぱもうこっちはもう厳しいし、まあな。で俺は多分相談されたとしてもいや好きにすればいいやって言うよね言う、うん、言いそうっていうか、うん、言うよね。実際言ってるのを見たことある言うやん、うん、だから相談来ない、うん、ゴリさんもゴリさんでほら、うん、すごい押し付けがましいやん。押し付けするよね。うんグイってお前こう、うん、もう全然思ってないのにこうとんでもない番組でとんでもない3人がいるからとんでもない3人がオンラインイベントする憧れるよな。そういう相談を受ける人とか。そうなんよっていうのはね。そうなんよ。なんかねちょっとこうかっこいいで俺もうそっからねじ曲がっちゃって、それを相談受けてるやつに対してもなんかなんだろうな、うん、そういうこびやがってると思ってるもんね。あもうそれはよくないよ斉さん、うん、もうねじ曲がりすぎてもう、うん、時空が歪んでる。なんなんだそのだからね、責任感ないなと思って。その結果バーベキュー誘ったら誰も来ないのよ。鍋がいるよだからもうあいつはもうぶっ壊れるぜ斉藤なあ、うん、鍋に全部消費したらちょっとな、うん、去年140試合投げさせたから144試合しかないのに、うん、え140試合投げさせたから。でも抑えの1回だけでしょ。130敗130敗したんよ。もう当番方です。もうぶっ壊れてるから、うん、もうそろそろ。そうな。でも、なべちゃんも結構今忙しくなってきてるからさ。まあね。あれやろ。うん。もう、新しいルーキー探さないと。そうなんよ。ほんとそうよ。うん、ねえ、なんか結構、テレキューとかでも出てますし。そうなんよ。だから、おらんちゃん、ほんとに、後輩が。そうね。なんか後輩が東京からやってくるっていう話があって、あるやんたまにさ、うんうんうん、それもなんかもうなしになってるんだ今。そうね、うん、いやだからもう俺たちでやっていくしかないっていうか。だからあのゴルフもあなたが一番最初に誘われる。いろいろありましたけど、ちょっと締めっぽくなっちゃいましたけど、締めっぽくなっちゃいましたけど、すいません。あまあまあ今週も福岡いろいろありましたんで、ちょっと来週サンキュー兄さんの件はちょっと直談判でちょっと聞いてみて、まあまあそれはまあちょっと気になるけどもね。はい、うん、ということで、うん、お送りしたのはパラシュート部隊矢野べべと斉藤優でした。それではまた来週、さよなら、さよなら。